ジョナサンロードサイド店舗ジョナサンは株式会社スカイラークレストランズが運営する都市型ファミリーレストランチェーン。また株式会社ジョナサンは同社の子会社で2011年12月31日までこれを運営していた企業である。東京、茨城、千葉、埼玉、神奈川、山梨、静岡の主に首都圏都心部を中心に2018年9月30日現在。 店舗数は300店で展開中であるグループ、店舗数。1970年代後期、当時のスカイラークが、多角経営、新しいコンセプトの都市型ファミリーレストランとして、海外のレストランチェーンとの業務提携を検討し、当時のレストラン事業の最先端ノウハウメニュー開発、店舗運営の導入先を、アメリカのコーヒーショップタイプレストラン参謀者として提携。 同社と共同出資を行い1979年、株式会社サンボジャパンを設立。新店舗オープン直前に、提携先のサンボが倒産。提携先の消滅により急遽自社ブランドでの立ち上げを余儀なくされて、称号を株式会社ジョナスに変更。店舗名称をジョナソンとして1980年に新店舗をオープンと、右与曲折の上での誕生であった。 一号店オープン時は運営マニュアルも店員のユニフォームも提携先予定であったサンボのものを流用し、店のコンセプトもコーヒーショップまま、ハンバーガー、ワッフル、コーヒー関連のメニュー構成だった。1980年当時、消費者にこのメニュー内容は受け入れられず数年の間営業的に苦戦の時期が続く。コーヒーショップ、軽食コンセプト重視からの変更。 ファミリーレストランタイプの幅広いフルラインメニュー構成重視へ事業戦略が改められた。食材鮮度を重視、接客サービスの向上、清潔な店舗の原点を徹底させた結果、集客率、利益率は好転し、ジョナさんのコンセプトは消費者に支持され、首都圏地域への都市型店舗ドミナント出店、拡大路線は1990年代後期まで続けられた。 あとに創業者の横川は、ジョナサンの店作りにはコストをふんだんに費やしたと、語っている。2006年には、ジョナサンは新業態レストランベーカリー事業などの、試み、東京都内のジョナサン店舗を活用した、ネットオーダーシステムデリバリー事業、デリボーイズ分野への進出、ジョナサン店舗の都心部への出店推進など、消費者ニーズ、時代にあったレストラン運営への再構築。 カフェスタイルのカジュアルイタリアンの料理を主力としたメニュー開発を行っていた。2012年1月に親会社である株式会社スカイラークに吸収合併され企業としては消滅。ジョナさんは同社の直営店舗となった。スカイラークの純粋持ち株会社化に伴い2016年1月1日付でスカイラークが行ってきたレストラン事業全般が吸収分割方式で 子会社の株式会社スカイラークレストランズに承継された。ありがとうございます。